皆様こんにちは。ジャガーランドローバーアプローブ足立中村でございます。本日は動画特集、今全モデルのデモカーアップ車が狙い目におきまして、ジャガー認定中古車の在庫数では全国屈指の規模を誇る当センターならではのこちらのお車、マイナーチェンジ直前に登録された2019年モデルのジャガー XE プレステージをご紹介いたします。こちらの車両は2019年3月に弊社がデモカーとして登録し、ほとんど走行していない車両ですので、今回の特集にぴったりのデモカーアップ車になるかと思います。特に最近は新型車がリリースされたタイミングに合わせ、あえてお買い得な全モデルのデモカーアップ車を購入されるお客様が増えています。ジャガーランドローバーアプローブド足立には、同じネットワークに属する4つの新車拠点から様々なデモカーが集まってきますので、豊富な量を揃えられるという規模的な利点もあります。ぜひ最後までお付き合いください。さて、ジャガー XE のポジショニングなどについて解説いたします。 XE はジャガーのブランニューモデルとして2015年6月に導入されたミドルクラスサルーンです。ミドルクラスサルーンとは、いわゆる D セグメントに属する車のことで、ご存知のようにこのクラスにはメルセデス・ベンツ C クラスをはじめ、 BMW 3シリーズ、 Audi A4 など日本でもおなじみのドイツ車が名を連ねています。実はしばらくの間、ジャガーにはこのクラスのモデルがありませんでした。そのマーケットにジャガーが満を持して投入したのがこの XE なのです。というわけで、競争が激しいステージに打って出るわけですから、ジャガーが中途半端な車を作るはずがありません。ジャガーは XE のためにボディ全体の 75% にアルミ材を使用した全く新しい後輪駆動のプラットフォームを開発し、合わせて完全に自社製となるディーゼルエンジンも開発したのです。他にも運転支援システムなどに数々の新しい技術が投入されています。若干専門的な話になりますが、 XE が採用するアルミモノコックの特徴は、強固なボディ剛性と軽さにあります。主に高級スポーツカーが採用する構造で、開発や生産には多くのコストがかかります。これを価格を抑えなければならない D セグメントカーに採用したのはとても画期的なことで、実はこのクラスで初めて挑戦だったと言われます。 XE がアルミモノコックを採用しながら常識的な車両価格を実現したことは革命だったと言っても過言ではないのです。このアルミモノコックは、例えばスポーティーな走りに大きな影響を与えます。ジャガー伝統の高性能サスペンションと相乗効果で、俊敏でキビキビ感のあるコーナリングと、当たりはソフトなのに姿勢はあくまでもフラットな安定性を実現。それはまさに高級スポーツカーのフィーリングです。その走りが XE が実力化と言われるゆえんなのです。2019年モデルのラインナップは、エンジンの種類は装備の違いで、ピュア、プレステージ、ポートフォリオ、R スポーツ、300スポーツ、そしてトップパフォーマンスモデルの S で構成されています。エンジンはガソリン仕様が2リッター直四ターボと3リッター V6 スーパーチャージャー、ディーゼルが仕様が2リッター直四ターボ、全車8速オートマで後輪駆動のほか 4WD も用意されています。そして XE のマイナーチェンジが発表されたのが2019年8月のことでした。つまり2020年モデルからマイナーチェンジ版の新型車に切り替わるわけです。今回サンプルカーとしてご用意したのは、2019年3月に弊社がデモカーとして登録したディーゼルモデルの2リッター直四エンジンを搭載する XE プレステージですから、まさに新型車にスイッチする直前に登録されたデモカーアップ車ということになります。エクステリアをご覧ください。全長 4680mm、 全幅 1850mm、全高 1415mm のボディサイズは、一クラス上のアッパーミドルクラスに迫る堂々たるものです。どの角度から眺めてもエレガントでスポーティーなジャガーデザインを継承していることがお分かりいただけると思います。
新型とはプラットフォームや全体のボディデザインは共通ですが、前後のバンパーやヘッドライトなどが変更されています。インテリアをチェックしてみましょう。ジャガーサルーンの名に恥じない上質な仕上がりがお分かりいただけると思います。適度な囲まれ感を持ち、スポーツカーをイメージさせるコックピット、そして後席に用意されるゆとりある空間が特徴です。ライバルたちに比べ大きめのボディサイズ、さらに後席の位置が若干トランク側にレイアウトされていますので、それが足元のスペースとシートバックの角度を反映されているのです。快適に過ごせる後席、これは大きなアドバンテージになるのではないでしょうか。ちなみに新型ではこちらのタッチスクリーンが上下の2段階構造となり、ダイヤル式のシフトセレクターがレバー式に変更されています。またこれまでオプション設定だったレーンキープアシストやドライバーコンディションモニター、交通標識認識機能のトラフィックサインレコグニションが標準装備となりました。さて2020年モデルの新型車には新デザインの LED ヘッドランプや LED テールランプ、最新の運転支援機能などが標準装備され、またスポーティー装備の新グレードも設定されるわけですが、そこまでの装備はいらないからより安く買えた方がいいなという人も少なくないはずです。そこで私どもが提案するのが全モデルのデモカーアップ車です。プラットフォーム、基本デザイン、走行性能には全く変わりなく、しかも限りなく新車に近い車が安く手に入るわけですから、自信を持ってお勧めできます。新型車が登場するタイミングであえて全モデルのデモカーアップ車を狙う、これは今の時代に合った新しい車選びと言えるかもしれません。仕方なくではなく、あえて全モデルのデモカーアップ車を選ぶ時代なのです。いいものを安く買えればさまざまな可能性が見えてきます。例えば車検やメンテナンスのコストを気にせず3年ごとに全モデルのデモカーアップ車に乗り換えていくという新しいカーライフもあるわけです。こちらのプレステージ2019年3月に弊社がデモカーとして登録、走行距離は1000キロに達していません。ヒーテッドステアリングホイールにブラインドスポットモニター搭載車で、車両本体価格は459万円となっております。 XE 見てどうでした？ジャガーにもですね、コンパクトがあるんですよ。まあ少し前までなかったんですけどね、9年前までは出てたんですけど、しばらくなくてやっと4年前から出始めたんです。知らない方も多くて、日本の車庫にもギリギリ、まあ、1850なのでまあギリギリなんですけど、やっと入る車が出てきたんです。しかもディーゼル車も出てきたので、やっと周りのメーカーさんに追いついてきたんですけど、まあ、XE をぜひ、コンパクトカーなんですけど、走りはすごくジャガーの中でも本当に見劣りしませんから、どうぞ乗って楽しんでみたらどうかなと思いますけど、いかがでしょう。